大西洋の中央にアトランティスが描かれたアタナシュスキルヒャーによる地図。南が上のため、右側がアメリカ、左側がアフリカである。1699年アムステルダムで出版アトランティスは古代ギリシアの哲学者、プラトン著書、ティマイオス及びクリティアスの中で記述した伝説上の広大な島、及びそこに繁栄したとされる帝国のことである。 プラトンの時代の9000年前に海中に没したと記述されている。プラトンのティマイオス。ラテン語の翻訳、プラトンの対話編、ティマイオス及びクリティアスでは次のように語られている。ジブラルタル海峡のすぐ外側、大西洋に巨大なアトランティス島があった。資源の宝庫で、そこにある帝国は豊かであり、強い軍事力を持ち、大西洋を中心に、 地中海西部を含んだ広大な領土を支配していた。王家はポセイドンの末裔であったが人間が混じるにつれ堕落し物質主義に走って領土の拡大を目指し帝国は荒廃した。アテナイは近隣諸国と連合し侵略者であるアトランティス帝国と戦い辛くも勝利したがその直後アトランティス島は海中に沈み滅亡したとされている。これは 神々の罰であるという。アトランティスの物語の語り手として登場するのは、プラトンの母方の祖祖父だったとされるクリティアスで、彼は祖父からこの話を聞き、クリティアスの祖父は賢人で、政治家のソロンから、ソロンはエジプトに旅した際に、女神ネートに使える神官から伝えられたという。プラトンは、強大な国々の傲慢さを揶揄した空話として、言及したとも言われる。 古典の原点でアトランティスに言及しているのはティマイオス、クリティアスだけでアトランティスの伝説はプラトン以前に遡ることはできない。中世初期のヨーロッパで読むことのできたプラトンの著作はティマイオスだけだった。中世の知識人にとってプラトンのアトランティスの記述はティマイオスの中の一編の物語に過ぎず注目されなかった。 16から17世紀の西洋世界では南北アメリカ大陸というキリスト教の世界観に収まらない新天地の発見によりその先住民の起源と大陸が生まれた経緯を説明するために様々な理論が考案されアトランティスもその説明に用いられた16世紀の学者にはアトランティス大陸の存在を疑う人もいたが 世間から尊敬を集める人々の多くは信じており、彼らが世間から怪しく思われることもなかった。フランシス・ベーコンは、ユートピア小説、ニュー・アトランティスでアメリカをアトランティスの残骸とする説を空話として紹介し、広く普及させた。ベーコンの空話は、当時の地理の知識に基づいても明らかな作り話だったが、あり得ること、本当のことと捉える人もおり、 架空の物語が疑似歴史の分野で史実と捉えられるようになっていった。アメリカ大陸イコールアトランティス大陸説は200年以上一向の価値がある理にかなった説として受け継がれた。19世紀に入るとアトランティス実在説をめぐる科学や歴史学、考古学の言説の不備や不正確さが目立つようになり、科学や 考古学では実在に対する疑念が大きくなったが、その流れに逆行するように、一般大衆のアトランティスへの興味は高まった。アトランティスについては、もっぱら伝統的な古典教育を受けた教養人と著述家の間で議論されていたが、1870年フランスの人気作家ジュール・ベルヌが SF 小説、海底に万里で海中に没したアトランティスの姿を描き、 欧米の大衆文化にアトランティスという概念を広め、大衆におけるアトランティスブームの先駆けとなった。さらに1882年、アメリカの政治家、イグネーシャス・ロヨーラ・ドネリーが、著書、アトランティス、大洪水前の世界を発表し、謎の大陸伝説として一大ブームとなった。今日から見ると、ドネリーの学説には多くの欠陥があるが、当時においては、 それなりの説得力があり、彼によって近代のアトランティス学、アトランティス神話の基盤が作られ、民衆文化におけるアトランティス熱に火をつけ、さらにオカルトと結びつくことで多くの派生研究を生んだ。彼以降のアトランティスに関する著作家たちはドネリーを上回る、さらに美化した極論を展開した。19世紀以降に始まった俗流学問である。 疑似歴史においてアトランティス大陸は最古のテーマであると考えられており妄想に囚われた人、鉄造家、カルト的世界の愛好者、国水主義者、人種差別主義者によって膨大な仮説が打ち立てられた。ドネリーの著作と同時期にオカルティストたちも関心を持つようになりアトランティスをはじめとする失われた大陸をめぐる疑似歴史に様々な想像や 夢物語を付け加えていった。神知学協会を作ったヘレナ・ピー・ブラバツキーがアトランティス大陸などの失われた大陸を人類の霊的進化、宇宙創生論に関するオカルティズムの中心テーマとして語り、アトランティスの住民は高度な科学文明を持っていたとした。こうした主張はプラトンのアトランティスに関する議論とはかけ離れた内容である。 アトランティスは、神知学等をはじめとするオカルティストたちの世界観の根幹をなすものとなり、神知学教会を超えて、ルドルフ・シュタイナーの神知学、さらに、シュタイナーの弟子を通じて、バラ十字思想などに受け継がれ、模倣され、広まっていった。オカルティストたちは、宇宙誕生以降のすべてが記録された赤社記録、アカシックレコードという宇宙に収められた記録を、霊視することで、 アトランティスの詳しい歴史を解明したと主張した。アトランティスはアーリアン学説とも結びついており、オカルト思想や疑似歴史、疑似科学の教義を解く集団と密接に関係していたナチスは、その壮大な疑似歴史体系の重要な一要素として、アトランティスをアーリア民族の故郷であると主張し、この説を立証しようと資金と頭脳を投入した。大戦後には冷戦を背景に、 各戦争への危機感と相まってオカルト的、疑似歴史的アトランティスが再びブームとなり、フィクションの魅力的なテーマとしてたびたび用いられた。日本では1960年代以末に大陸処方がアトランティス大陸、レムリア大陸、ムー大陸などの幻の大陸、古代文明の謎、地球空洞説、地底文明説、超能力、オカルト、 運命学等の怪しげな本を大量に刊行し、ブームになっている。プレートテクトニクス理論によって、大西洋にかつて大きな陸海が存在した、可能性が否定されるなど、近年の研究によって、ドネリーの主張は時代遅れとなり、アトランティス実在説やアトランティス学は疑似歴史として扱われるようになり、まともな学問とはみなされなくなった。大多数の著名な学者は、 プラトンの記述に、史実は全く含まれていないと考えている。しかし、アトランティスがあったと信じる人も未だにおり、プラトンの記述に一部でも史実が含まれると考える、著名な学者も少数だが存在する。ザイアのアトランティス学では、オーストラリアを除くすべての大陸と、海底、地球の外までが候補地として挙げられており、存在した時代の主張も、 数百万年の幅があり、莫大な説が唱えられている。1980年代のアメリカの大学生に、対する調査では、約3分の1の学生が実在を信じ、疑わしいと答えたのは、約4分の1だった。歴史学者のロナルド・ H ・フリッツェは、アトランティス実在説は、物語としては、魅力的で楽しいものであるが、この説の信奉者にはどこか、反知性主義の匂いがあり、 一見無邪気な娯楽物語も、ナチスの狂信と全く縁遠,遠いものとは言えないと述べている。タウラムダ・アルファーニュータウという語は、キリシア神話の神、アトラスの女性系、形容詞系であり、辞儀通りには、アトラスの娘を意味する。シケリアのディオドロスは、歴史草書の中で、アトラス王は、弟へ、スペロスの娘ヘスペリティスと結婚して七人の、美しい娘たちの父となり、 エジプトの武士理想の依頼を受けた海賊に誘拐されてしまった娘たちをヘラクレスが救った際にその例としてヘラクレスの最後の興業を手伝ったのみならず天文の知識を教えたがこれがギリシア世界でアトラスの早急を担ぐアトラス伝説へと変化してしまったというプラトンの大岩集に先立ちアトランティスという表現は大西洋を意味する地名として使われている ヘロドトスは歴史の中で大西洋をアトランティスと呼ばれる柱の外の海と記述した。以降、大西洋は今日に至るまでアトラスの海やアトラスの太陽と呼ばれるようになったのである。ガイウスプリニウス・セクンドゥスは博物史でポルビオスの報告としてアフリカのアトラス山脈の大西洋側の末端の山の沖合にケルネ島とアトランティス島があると記述している。 プラトンのティマイオスとクリティアスによるとアトランティス島はジブラルタル海峡のすぐ外側大西洋にある当時ギリシャ人が最大の島と考えていたキプロス島よりも大きい非常に広い島だったアトランティス島は資源の宝庫で必要な物質の大半を島で補うことができ農産物も豊富で畜産も盛んだったそこにあった帝国は 大西洋を中心に地中海西部を含んだ広大な領土を支配していた。当時存在した国と考えれば、アトランティスで特筆すべき点は、領土の規模の大きさである。語られた技術や素材から、青銅器文明に属していた。84万の兵と1万台の戦車、1200隻の軍艦と24万人の乗組員を動員することができたとされ、 青銅期時代の国家としては突出した軍事力を持っていたことになる。彼らがこれほどの富と力を持っていたのは王家がポセイドンの末裔であったからだとされる。しかし、ポセイドンの子孫と人間が混じるにつれ、神聖は失われていき、アトランティス人は物質主義に走り、さらなる富と領土を求め、暮らしは荒廃した。これを見たゼウスは神々を集め、アトランティスに どのような罰を下すか話し合い、帝国の敗北と島の破壊を決めた。帝国は、紀元前9400年頃に、地中海沿岸部に征服戦争を仕掛け、アテナイ人は、近隣諸国と連合して抵抗し、激しい戦闘になり、アテナイ軍は辛くも勝利し、地中海西岸をアトランティス人の支配から解放した。直後に、大地震と洪水によって一中夜のうちに、 アトランティス島は海底に沈み、これらの災害はアテナイ軍にも大きな被害を与えた。島が陥没してできたデードが高校の妨げになったという描写から、島が沈んだのはさほど深くない場所だと考えられる。ティマイオスとクリティアスは、プラトンがシュラクサイの選手ディオニュシオスに世紀の下で理想国家建設に失敗した後、晩年に、 アテナイで執筆した作品と考えられている。両作品は、プラトンの師匠である哲学者、ソクラテス、プラトンの数学の教師とも伝えられている、ロクリスの政治家、哲学者、ティマイオス、プラトンの曽祖,祖父であるクリティアス、そして、シュラクサイの政治家、軍人ヘルモクラテスの4名の対話の形式で、執筆されている。ティマイオスでは主にティマイオスが、宇宙論について語り、 クリティアスでは主にクリティアスが実家に伝わっているアトランティス伝説について語っている。ヘルモクラテスは一連の作品群で語りの役割を果たしていないが、作品中ソクラテスによって第3の語り手と紹介されている。このことから、プラトンの対話集の英訳で知られる英国の古典学者、ベンジャミン・ジャウエットなどにより、アトランティスとアテナイの間の戦争に関して軍人、 ヘルモクラテスに分析させた、ヘルモクラテスという作品が構想されていたという説が提唱されている。ソロンとされる、共造格となる伝説は、アテナイの政治家ソロンが、エジプトのサイスの神官から伝え聞いた話であると、される。これを、親族で友人のドロッピデに伝え、その息子のクリティアスが引き継ぎ、彼が90歳、同名の孫のクリティアスが10歳の頃、 祖父が孫にアパトリア祭りの時に聞かせたこととして、対話集の中で披露されている。作中の新館によると、伝説の詳細は手に取ることのできる文書に文字で書かれているとされる。ソロンはこの物語を試作に利用しようと思って、固有名詞を調べたところ、これらの単語は一度エジプトの言葉に翻訳されていることに気づいた。そこでソロンはエジプトで聞いた伝説に登場する。 固有名詞をすべてギリシア語風に再翻訳して文書に書き残し、その文書がクリティアスの実家に伝わったという。ソロンは結局帰国後も国政に忙しかったため、この伝説を死にまとめることができなかったとされている。ティマイオスの冒頭でソクラテスが前日にソクラテスの家で開催した共演で語ったという理想国家論が要約されるが、その内容はプラトンの国家と ほぼ対応している。そして、そのような理想国家がかつてアテナイに存在し、その敵対国家として、アトランティスの伝説が語られる。アマシス2世位、アーフメス2世位が即位した後の紀元前570から560年頃、ソロンは賢者としてエジプトのサイスの神殿に招かれた。そこでソロンは、デュカリオンの洪水伝説で始まる人類の歴史の知識を披露し、 古来より人類滅亡の危機は何度も起こっており、ギリシアでは度重なる水害により、歴史の記録が何度も失われてしまったが、ナイル川によって守られているエジプトではそれよりも古い記録が完全に残っており、デュカリオン以前にも大洪水が何度も起こったことを指摘する。その頃、ヘラクレスの柱の入り口の手前の概要である、アトラスの海にリビアとアジアを合わせたよりも広い。 アトランティスという一個の巨大な島が存在し、太陽を取り巻くカナタの大陸との往来も、カナタの大陸とアトランティス島との間に存在する、その他の島々を介して可能であった。アトランティス島に成立した恐るべき国家は、ヘラクレスの境界内を侵略し、エジプトよりも西のリビア全域と、チュレニアに至るまでのヨーロッパを支配した。その中で、ギリシア人の諸都市国家は、 アテナイを葬式として団結してアトランティスと戦い、すでにアトランティスに支配された地域を解放し、エジプトを含めた諸国をアトランティスの脅威から未然に防いだ。しかしやがて大地震と洪水が起こり、一昼夜のうちにアテナイ軍は皆大地に飲み込まれ、アトランティス島も海に没し,して消えたという。そのため、島が沈んだ場所は浅い泥によって航行が妨げられていると語った。 ここでクリティアスは、太古のアテナイとアトランティスの物語の簡単な紹介を終え、以降ティマイオスによる宇宙論へ対談の話題が移る。作品の冒頭の記述から、この作品は、さきのティマイオスの対話と同じ日に行われた続編にあたる対話であることが示唆されている。ティマイオスにおける宇宙論に引き続き、今度はクリティアスがアテナイとアトランティスの物語を披露する。 アトランティス島の大地から生まれた、原住民エウエノルが、つまりウキッペとの間にクレートという娘を設け、アトランティスの支配権を得たワタツミッポセイドンがクレートと結ばれ、5組の双子が生まれた。初代のアトランティスをアトラス、スペインのガデーラに面する地域の支配権を与えられた、エウメロスこと、ガデーロス、アンペレス、エウアイモン、ムネセウス、アウトクトン、エラシッポス、 メストル、アザイス、ディア・プレペスで、彼らが十に分けられたアトランティス帝国各地の王家の先祖となったとされており、王家は神の血筋ということになる。プラトンの記述によるアトランティスの塔を起こしたズアクロポリスのあった中央の島は直径5スタディオンで、その外側を幅1スタディオンの環状海水路が取り囲み、その外側をそれぞれ幅2スタディオンの内側の 環状島と第2の環状海水路、それぞれ幅3スタディオンの外側の環状島と第3の環状海水路が取り囲んでいた。巨大な3つの港が外側の環状海水路に面した外側の陸地に設けられ、内外の環状水路には2つのドックが作られ、3段階の軍船が満ちていた。中央島のアクロポリスには王宮が置かれていた。王宮の中央には、 王家の子祖10人が生まれた場所とされるクレートとポセイドン両神を祀る神殿があり、5年または6年ごとに10人の王はポセイドンの神殿に集まって会合を開き、王牛を池にとしてポセイドンに捧げる祭事を行った。内側の3つの島々に王族や神官、軍人などが暮らしていたのに対し、 港が設けられた外側の陸地には一般市民の暮らす住宅地があり、港と市街地は世界各地からやってきた船舶と商人で満ち溢れ、昼夜を問わず賑わっていた。アトランティス島は生活に必要な諸物資のほとんどを産する豊かな島で、オレエカルコスなどの地下鉱物資源、ゾウなどの野生動物や家畜、家畜の餌や木材となる草木、 ハーブなどの香料植物、ブドウ、穀物、野菜、果実など、様々な自然の恵みの恩恵を受けていた。島の南側の中央には一辺が3000スタディオン、中央において海側からの幅が2000スタディオンの広大な長方形の大平原が広がり、その外側を海面からそびえる高い山々が取り囲んでいた。平原は土木工事により長方形に成形され、 大運河に取り囲まれ、運河のおかげで年に2度の収穫をあげたほか、これらの運河を材木や季節の産物の輸送に使った。平原は10スタディオン平方を単位とする6万の地区に分割され、平原全体で1万台の戦車と戦車用の馬12万頭と、騎手12万人、戦車のない馬12万頭とそれに騎乗する兵士6万人と、魚車6万人、 重装不評12万人、旧兵12万人、投石兵12万人、軽装不評18万人、投げ槍兵18万人、1200層の軍船のための24万人の水婦が招集できるように定められた。山岳部もまたそれぞれの地区に分割され、軍役を負った。アトラス王の血統以外の他の9つの王家の支配する王国では、これとは異なる軍備体制が敷かれた。 アトランティスの支配者たちは、原住民との交配を繰り返すうちに神聖が薄まり、堕落してしまった。それを目にしたゼウスは天罰を下そうと考えた。すべての神々を、自分たちが、最も尊敬する、住まい、すなわち、全宇宙の中心に位置し、生成に関わるすべてのものを見下ろすところに招集し、集まるとこうおっしゃった、プラトン、クリティアス 121c ここで、 クリティアスの文章は途切れる。派遣国家の崩壊伝説をモチーフとした類似の物語はディオドロスが歴史草書で同時代のハリカルナッソスのディオニュシオスの著作にまとめられたリビアの諸民族に関する内容を参考にして紹介したアフリカに暮らす女民族アマゾネス人の話アイデアノスが多彩な物語で紹介したキオスのテオポンポスの詩書に載っていたという 別の大陸にあるマキモスとエウセベスという対照的な二つの都市国家の話などがある。アリストテレスは死のアトランティスの物語を想像による架空の話と考え、プリニウスやストラボンをはじめとする古代イギリシャ、ローマの知識人もアトランティスの実在を疑問視していた。初めてティマイオスの注釈書を書いたクラントルなど一部真実だと考える人もいた。 しかし、彼の考えは、プラトンの記述が、文字通りの真実であるという信念に基づく飛躍した、ものであり、彼以降のプラトンの注釈者たちは、誰もこの説を信じてはいない。クラントルの注釈書は三一し、後世のプロクルスの著作に、引用の断片があるのみである。プロクルスも、アトランティスの実在を信じていない。アトランティス学の支持者たちは、クラントルは古代エジプト人が、 サイスの神殿の円柱に刻んだアトランティスの記録を確認したとして、プラトンとは別にアトランティスの実在を裏付ける情報として盛んに引用しているが、これはプロクルスの文章の語訳に基づく誤解に過ぎないと考えられている。クラントル以降の古代ヨーロッパで実在を信じたのはプルタルコスだけであるが、彼は特段新しい情報を提示しておらず、基本的に プラトンの記述の繰り返しに過ぎない。プルタルコスの対比列伝のソロン伝によるとソロンはアテナイで改革を行った後海外を10年間旅しエジプトで神官から失われたアトランティスの物語を聞いたという。このアトランティスの伝説とりわけアテナイ人の関わる神話についてソロンは執筆を始めたが結局中止してしまった。プルタルコスは ソロンの血縁者であったプラトンは、アトランティスの物語を書き上げようとしたが、完成前に亡くなり、本当に残念なことだと感想を述べている。クラウリウス・アイリアヌスは、動物の特性についての中で、太陽近くに住む住民に伝わる具話として、ポセイドンの子孫であるアトランティスの王たちは、王の権威の象徴であるクリオスのオスの皮で作られた帯を頭に巻き、 王妃たちはクリオスのメスの巻き毛を身につけていたという話を紹介している。ダイプリニウスは博物誌でプラトンのアトランティスと沈没の話に触れ、これとは別にアトランティスという名前の島がアトラス山脈の沖合に現存していることを示唆している。バチカン図書館所蔵カルキデウス著、ティマエウス中介、ティマイオスは400年頃にカルキデウスによって 再びラテン語に翻訳された。キケロのラテン語訳とは異なり、アトランティス伝説の部位を含む大部分のテキストが現存する。新プラトン主義の哲学者リュキアのプロクロスディアドコスはティマイオス中介を残しているが、当時の多くの人々はプラトンの記述が偶話であると考えており、アパメアのヌメニオス、アメリオス、オリゲネス、ディオニュシオスカッシオスロンギノス、ポルピュリオス、 カルキスのヤンブリコス、シュリアノスなどの解釈が紹介されている。西ローマ帝国の崩壊で、西ヨーロッパの文化、学芸は衰退した。元エジプト商人で、ネストリウス派の修行像になったコスマス、インディコプレウステースは、時代の流れに逆行して大地は平面であると主張し、また、キリスト教知史の中で、ティマイオスの記述を引用し、アトランティス島の沈没は、 ノアの大洪水のことであり、おそらくティマイオスはカルデア人から世界最初の歴史家であるモーセの書を知りアトランティスの逸話を創作して付け加えたのだと主張した。これ以外に中世西ヨーロッパの教養をある聖職者でアトランティスに関心を示した人はほとんどいない。この時代よりプラトンを含む古代イギリシアの思想はハンキリスト的とみなされ、 アトランティス伝説も12世紀中頃のホノリウスの著作までしばし忘れ去られた。オータンのホノリウスは世界の模写の中でプラトンの名前を引用しアフリカとヨーロッパを合わせたよりも広い巨大な島が山劇により凍った海の下に沈んだことを述べている。世界の模写はラテン語から様々な交互体に訳されており、例えばウィリアム・キャクストンは1489年に ザ・ミラー・オブ・ザ・ワールドという題名で英語訳を出版している。1492年にヨーロッパ人がアメリカ大陸に遭遇すると、アフリカアジアヨーロッパというノアの息子たちの末裔が、クラス3大陸からなるユダヤキリスト教の世界観が覆され、キリスト教と無縁に見える新大陸とその住人を説明するため、アトランティス、アトランティス人が用いられるようになった。 1553年に中米のアステカを征服したコンキスタドールエルナンコルテスの従軍神父でスペインの新大陸征服の歴史の本を書いたフランシスコ・ロペスでゴマラはアトランティス人の生き残りが新大陸に逃れ定住したのではないかという説を提唱した。ゴマラをはじめ幾人かのスペイン人はアトランティス人が新大陸に人が住み着くのに重要な役割を果たしたと考え 彼らはアトランティスの実在を信じていた。しかし、こうした説は完全に支持されていたわけではなく、17世紀にはほとんど信憑性はなくなっていた。このように、スペインではアメリカ先住民イコールアトランティス人説が唱えられていたが、北ヨーロッパではこの説は全く支持されず、主要な知識人は、プラトンのアトランティスは偶話か神話であると考えていた。 イエズス会の伝道師だったホセデアコスタはアトランティス人がアメリカ大陸に移住したという説を完全に否定し17世紀以降の主な知識人たちも懐疑的で合理的なアコスタの説を支持した16世紀のイタリアの科学者ジローラモフラカストロは1530年の女バイ梅毒あるいはフランス病でアメリカはより広かった アトランティスの名残であるという説を唱え、幾人もの著作家がこれを踏襲したり、同じ説にたどり着いたが、誰もが賛成したわけではない。フランシス・ベーコンは1610年、ニューアトランティスでアメリカをアトランティスの名残とする説を紹介して、普及させた。ベンサレムというキリスト教徒が住む文明のある島、ニューアトランティスの話は偶話であり、当時の地理の知識でも創作であることは、 明らかだったが、当時あり得ること、真実と捉える人もおり、今もそう信じる人はいる。アメリカアトランティス説は、その後200年以上、一向の価値のある説として受け継がれ、19世紀前半にはアトランティス学の主流だった。しかし、少なくない知識人がこれに賛同せず、プラトンの記述通り、大西洋にあったと考えた。イエズスカの新しウスキルヒャーは、 南北を逆にしたアトランティスをスペインとアメリカの間にある巨大な島として描いた地図を作り、聖書にある大洪水にアトランティスの滅亡が含まれるというコスマスの説を復活させた。アトランティスの場所の説は意識的であれ無意識的であれ、唱える人の自国の利益が配慮されており、例えばスウェーデンが列強に名を連ねた時代のスウェーデン人知識人、オラウスルドベックは、 アトランティスは文明の源泉であり、ウプサラ地方のスウェーデンだったという説を唱えた。この説は現代人から見れば妄想とも言える作り話だが、彼の著作、アトランティカは広く読まれ、ピエール・ベール、アイザック・ニュートン、ゴットフリート・ライプニッツ、シャルルド・モンテスキューなどの当時の著名な知識人から高く評価された。しかし、スウェーデンが没落すると、この説は忘れられてしまった。 海底に万里のアトランティスの遺跡の差し絵様々なアトランティスの説は当時においてはそれなりに確かな根拠をもって唱えられ信じられていたがアトランティスをめぐる科学、歴史、考古学が進むにつれ欠陥や不正確さが明らかになりプラトンが書いたアトランティスの実在への疑いは深まっていったこれに逆行するように大衆レベルでのアトランティスへの興味が高まり 1870年、フランスの人気作家、ジュール・ベルヌが SF 小説、海底2万里で海中に没したアトランティスの姿を描き、欧米の大衆文化にアトランティスという概念を広め、大衆におけるアトランティスブームの先駆けとなった。1873年に、ハインリッシュリーマンが財宝を発掘し伝説のトロイアを発見したと懸念すると、19世紀後半には、 植民地競争と相まって超古代探検の熱気が高まり、フランスの探検家、ジャンバティスト・ボリド・サンバンさんが、カナリア諸島がアトランティスの残死で、地中海にある遺跡もアトランティスの痕跡であると主張すると、アトランティス探索は大流行した。イグネーシャス・ロヨー・ラドネリーイグネーシャス・ロヨー・ラドネリーは、近代の大衆におけるアトランティスブームの火付け役であるとみなされている。 その功績には、ベルヌによって、アトランティスが教養人の間から大衆へと広められたことが大きく寄与している、貧しいアイルランド系移民の息子だったドニリーは、事業に失敗し、財産を取り戻そうと政界に進出した。共和党のアレクサンダー・ラムジーの副審となって、実業界と結託した、ラムジーのもと、様々な汚職や不正に手を染めたが、元来人のいい人物だったこともあり、 両親に目覚めてラムジーと決別し、1868年に民主党員になり、当時のミネソタとしては、非常に大胆なことに、アメリカ先住民とアフリカンアメリカに白人と、同等の教育機会と処遇を与えるべきと主張し、選挙に落選した。ラムジーと和解して、共和党に戻るが、政治家の森は過ぎており、1870年代には、農場経営を始めるが失敗し、 様々な本を読んで、アトランティス、大洪水前の世界を出版した。また偽名で、格差が拡大したアメリカで労働者が反乱を起こす、逆ユートピア小説、カエサルの円柱を表して人気を博し、農民や都市労働者などの社会的弱者のために活動して、富裕層や主流の政治家からは煙たがられた。ドネリーの、アトランティス、大洪水前の世界より、 アトランティスの帝国の地図。ドネリーの時代、地質学者たちは、失われたと言われる大陸や亡くなったとされる地形は、すべて実在していたと信じていた。ドネリーの、アトランティス、大洪水前の世界は、1890年に23般に、達するほど好調な売り上げだった。歴史学者のロナルド・ H ・フリッツェは、現在から見ると、学術的な裏付けに乏しく、間違いが多く、 当時においても、あり得ること程度の信憑性だったが、正当な学術書ではないものの筆致には説得力があり、イギリスの首相ウィリアム・グラットストンもドネリーに、賞賛の手紙を送っていると述べている。なお、この当時大陸移動説はまだ発表されていない。ドネリーは、キリスト教の教義とダーウィンの進化論を融和させようと、試みたアレキサンダー・ウィンチェルの著作を、 権威ある論拠として幾度も引用している。ドネリーは500ページ近くを使ってアトランティス実在の様々な根拠を並べたが、それは科学的調査というより自説を展開する弁護士のような論調である。ドネリーは著作で主張を13にまとめて紹介した。彼の主張は近代のアトランティス神話のベースとなっており、今日ではその著作は 二次歴史の代表的なものと考えられている。アトランティスは、かつて地中海の入り口の向こう側の大西洋上に、実在した島で、古代に、アトランティス大陸と呼ばれた大陸の残骸である。プラトンの記述は、空和ではなく史実である。アトランティスは、人類初めての文明である。アトランティスは、多くの住民が暮らす峡谷になり、文明化された住民の一部は、 アトランティスを出て、メキシコ湾岸、ミシシッピー川、流域、アマゾン川、流域、南米の太平洋岸、地中海、ヨーロッパとアフリカの西岸、バルト海沿岸、国海沿岸、カスピ海沿岸に移住した。アトランティスは、ノアの箱船以前のエデンの園など、古代人が伝承してきたアスガルドの時代に実在し、初期の人類が長く平和と幸福の中で暮らした。 理想教の普遍的記憶を表している。古代ギリシャ人、フェニキア人、ヒンドゥー人、スカンジノビア人などが崇めた神々は、アトランティスの王や女王、英雄たちであり、神話はそうした史実が混乱して伝わったものである。エジプトとペルーの太陽信仰は、アトランティスの宗教の名残である。アトランティスの最初の植民地はおそらくエジプトであり、エジプト文明は、 アトランティス島の文明の再現である。ヨーロッパの青銅器時代はアトランティスの派生で世界で初めて鉄器を製造したのもアトランティス人である。フェニキアのアルファベットはアトランティスのアルファベットから派生したものでアトランティスのアルファベットはマヤ文明にも伝播した。アトランティスはアーリア人つまりインドヨーロッパ語族の発祥の地でありセム語族おそらく ウラルアルタイ語族の発祥の地でもある。アトランティスは甚大な自然災害で滅亡し、島は住民の大半と共に海に沈んだ。一握りの人がこれを逃れ、世界に洪水伝説が広まった。なお、同時代にアトランティスに興味を持ったオカルティストたち、その短所であるヘレナ・ピー・ブラバツキーとドニリーに影響関係があったか否か、あったとすれば、どのようなものかは不明である。 ドネリー以降、アトランティス学の著作家たちは、彼の主張をベースに、超自然現象、科学の知見を超えた知識や技術、異星人などの要素を追加し、さらに理想化したアトランティス像を作っていった。ヘレナ・ピー・ブラバツキー神知学と、W. スコット・エリオットの著作、アトランティスの歴史より、アトランティスの地図。ドネリーと、同時期に、オカルティストたちもアトランティスに興味を持ち始めた。 1875年に新地学協会を設立したヘレナ・ピー・ブラバツキーは77年にベールを剥がれたイシスを執筆しアトランティスに4回言及しプラトンが述べたようにアトランティスは実在したと述べた。これは後年のようなオカルト的なアトランティスの記述ではない。インドに本拠地を移したブラバツキーはインドでのスキャンダルを避けて1885年に ヨーロッパに戻り、1888年に、チベットの同志やマハトマと交信し、アトランティスで、センザール語という秘密言語で書かれた、ジャーンの書に目を通し、トランス状態で授かった教えを記したという、シークレットドクトリンを出版。壮大なオカルト宇宙史、人類進化史を展開し、アトランティス等の失われた大陸を中心テーマに語った。これは、 プラトンの流れを組むアトランティスとは非常に異なるものである。宇宙は七つの時代を経るとし、各時代には固有の根源人種がいるとした。七つの周期は太陽系の創造者である宇宙意識が進化の促進のために設定したものだという。アニーベサントレムリア人は性を持つようになり、循環の罪を犯し神知の神の怒りを買い、レムリア大陸が太平洋に沈んだ後、 約85万年前にアトランティスが浮上し、第4根源人種の時代になり、現代人より優れたアトランティス人は、高度な科学と芸術を持つ文明を築いたとした。アトランティスには、まだ実証されていないような高度な科学技術があったとしており、こうした考えは、後のアトランティス学に受け継がれていく。エジプトのピラミッドやドルイド教の神殿。 中米の遺跡など世界各地の遺跡はアトランティス文明の名残であるが、プラトンが述べたように約1万千年前に地震で海中に沈んだという、ニューアトランティス等の新大陸がいずれ南大西洋に現れるとしている。ルドルフ・シュタイナー1891年以降、アニーベ・ベサントや W ・スコット・エリオットら新地学徒が神秘能力による霊視、 センザールゴの聖典の内容、マハトマからの言葉として、ブラバツキーの説に様々な情報を追加しており、オカルティストたちはオカルト的アトランティスを各々展開していった。新知学から派生したルドルフ・シュタイナーの神知学でもオカルト的アトランティスが信じられ、シュタイナーは宇宙の記憶である赤ャ記録を見たとしてブラバツキーと同様の宇宙の歴史を語った。 シュタイガーの弟子のデンマークの先生術師、マックス・ハイデルがアメリカのオハイオ州にバラ十字団協会を設立し、バラ十字思想でも失われた大陸が主張なテーマとして語られるようになった。なお、オカルティストなどアトランティスをめぐるカルト的世界の愛好家たちはアトランティスに関する学術研究に全く貢献していない。アトランティス等の失われた大陸が 世界の諸文明、全人類の源であるという考えは、大戦前から大戦中に、ブラバツキーに始まる近代新地学などで流行した。こうした説は、その地の支配層は、白人種であり、そう主張する人々の先祖であったとされ、白人優位主義、自民族至上主義を正当化し、かつては全世界が自分たちのものであったということを立証して、 植民地支配を正当化する論拠として利用された。ナチスと支配人種アーリア人の故郷としてのアトランティス・アルフレート・ローゼンベルク初期のナチスの運動ではアルフレート・ローゼンベルクの20世紀の神話が思想の基本に据えられており、本書では太古のアトランティスに住んでいた北方的アーリア人種がバビロニア、エジプト、中国など世界の あらゆる文明の発祥と繁栄の源であるとされた。ローゼンベルクは人種生物学的に解釈したルソー主義により太古の時代より優れて善なる金髪壁岩の人種アーリア人の地の純潔性を守らなければならないとし、汚れたユダヤの地との根血の危険性を訴えた。ナチスはアトランティスをアーリア民族の故郷であると考え、 それを立証しようと資金と頭脳を突き込んだ。ナチスの壮大な疑似歴史において、アトランティス神話はその部分であるとはいえ、極めて重要な位置を占めていた。江戸川ケイシー神知学の影響を受けた、心霊診断家の江戸川ケイシーは、神知学同様に転生について語り、霊視したクライアントの前世の多くが、アトランティス人だったと主張した。対戦後にはケイシーを契機に、 冷戦による各戦争への危機感と相まってアトランティス学が再びブームとなり様々な大衆的なオカルト本、SF、アニメなどでもよく使われる題材となりニューエイジに影響を与えている。ニューエイジのチャネルラー JZ ナイトは3万5000歳のアトランティス人ラムサと交信したと主張しナイトを支持した女優でニューエイジの主要人物であるシャーリー・マクレーンは 前世はアトランティス人でラムサの兄弟だったと語った。ブラバツキーはアメリカ西海岸の先住民の古い記録にレムリアに関する文章があったとし、この大陸は太平洋にあったのではないかと考え、シュタイナーもこれを引き継いで同様の主張をした。イギリスの大役軍人ジェームズ・チャーチワードはインドとメキシコで見つかった2書類のタブレットを解読したとして、 ムー大陸と呼ばれたレムリア大陸が実在し、12000年前に人世にして海中に没死したと主張した。チャーチワードは、ムー大陸では、約5万年前に超古代文明が栄え、太陽神を崇拝するラーと呼ばれる帝王がおり、ウイグル帝国、ナイル帝国、インドの長帝国、マヤ帝国、アマゾンのカラ帝国などの植民地を持っていたと、まるで見てきたように詳細に語った。 アトランティスの繁栄と滅亡について、それらの直接的なモデルが実在したとする考えは、人気のあるもので、多くの説が唱えられてきた。その主たる論点は、ヘラクレスの柱解釈をめぐる一問題と、アトランティスを滅ぼしたとされる、洪水の年代問題の交渉である。なお、一般に、学術的には、アトランティスについて直接的モデルとなった。 歴史的事実が存在するとは考えられていない。現在のザイヤのアトランティス学では、場所についてはオーストラリアを除いた地球のすべての大陸と海底、そして地球の外まで候補に挙げられており、存在した期間は数百万年前からプラトンの時代のほんの数世紀前まで文明の実態は進歩した石器時代社会から高度な科学を持った文明。 宇宙人から文明を与えられたという主張まで様々なアイム順する説が入り乱れている。サントリーニ島の衛星写真、アトランティスと想定される場所の一つ。過去100年近く著名な歴史家や考古学者たちは、プラトンのアトランティスは紀元前1525年頃にあった英ゲ界のコジマティラ島の火山噴火にそう得たものではないかと考えてきた。 ティラ島をアトランティスがあった場所と考える人は最も多い。他に小アジアのスミルナ近郊のトロイアが着想の下であるという説もある。サントリーニ島の火山噴火説もある。サントリーニ島は阿蘇山のような巨大なカルデラの島であり、その噴火による津波によって滅んだミノア王国をアトランティスとする。アトランティスに比べて国家としての規模が小さすぎることから、 文明消失のモデルとはなり得ないとの否定的意見もあるが、規模と年代及び位置については、プラトンの誇張としている。誇張説とは、プラトンの記録が単位について、すべて一桁多く誤って記述しているとするもので、エジプトの司祭が100を表す、象形文字と1000を表す、象形文字を誤って記録したためという。指示者は、年代は、 プラトンの9000年前でなく900年前ならほぼ一致するし、アトランティスの大きさも記録の10分の1であれば納得できるとしている。この場合、ガラノプロスはアトランティス伝説に登場するヘラクレスの柱がジブラルタル海峡を指すのではなく、現在のギリシャ南部にあるマタパン岬であるとみている。ガラノプロスはプラトンがアトランティスを青銅器文明だと述べているといい。 ミノア文明が青銅器文明であることに合致するという。また、クノスソス宮殿遺跡から、王牛の絵画や造形物が多数発掘されたことから、ミノア王国においては、王牛が力の象徴として崇められていたと考えられているが、これはアトランティスに王牛崇拝があったというプラトンの記述と一致するとしている。プラトンの序述をそのまま適用すると、大西洋に、 アトランティスがあることになる。しかし大陸と呼べるような巨大な島が存在した証拠はないので、アゾレス諸島やカナリア諸島などの実在する島や、氷河期の終了に伴う海水面の上昇によって消えた陸地部分。多くの古代史家の著作に記載され、グイマーのピラミッドなどの遺跡が発見されていることや、10人の王の伝説などから支持されることが多い。 上の説で述べたように、アメリカ大陸イコール、アトランティス説も長い間唱えられてきた。新しいところでは、2013年5月6日、ブラジルリオデジャネイロの南東1 5 0 0トル沖に、ある海面下1トルの海底台地調査において、陸地でしか形成されない、花崗岩が大量に見つかり、この海底台地はかつて、 大西洋上に浮かぶ最大幅 1000km の小大陸であったことが判明したと日本の海洋研究開発機構とブラジル政府が共同発表した。ブラジル政府は今回の調査結果について伝説のアトランティス大陸かもしれない陸地がブラジル沖に存在していた重要な証拠と強調した。日本とブラジルは今後さらにこの海底大地を調査するとしているが、後に 間違いと言われた。謎の多いスペインの交易としタルテッソスが着想の元であるという説もある。旧約聖書にあるタルシシュをアトランティスとみなし、タルシシュはイベリア半島にあったとされるタルテッソスであると考えられている。海の民の拠点の一つという説もあり、高度な文明を持つ侵略国家というアトランティスのイメージとも合致する。ただし年代に関しては大きな問題が残る。 この他、イギリス説もある。ブリテン島やアイルランド、アイリッシュ海に沈んだ島など様々な候補がある。アイルランドには、ケルト人の伝承として、椅子の怪没の伝説がある。アトランティスは、素人には理解しにくく刺激が乏しく感じられる。歴史というものにドラマを与え、かつて人類が完全な理想郷の中にあり、それが失われたと想像させることで、ユートピアが望号。 美しいものの喪失を嘆く鑑賞を掻き立てる。クトゥルフ神話のラブクラフトなど、アトランティスを創作に活用した書き手のほとんどは、実在を信じていないが、魅力的なテーマであり、フィクションにせよ史実と主張するにせよ、人気の高い題材になっている。ドイツの建物、ハウスアトランティス。ありがとうございます。